何？なんか急にコメントがバグったんだけど、どういうことなの？ねえ、見えてた？こっちにしよう。くるくる多い。ラーミョン、ラーミョン遅刻、21時だよ。なんでこうやってやってる時見えてた？見えてた？見えてた？1K 以上行く人ちょっとオープンチャットに79人。おお、 1K 以上行く人ちょっとオープンチャット見て、転校してこれ何人行くか。全然足りねえな。オープンチャット見て。なんで落ちたんやろ。まあいいや、休みか今日。知らない、あのフライパンやかんっていうの知らない？俺一人滑ってるけど知らないの？知ってる？うん。今のシン様は有名な人？シンさん。結構見たことあるね。こうやって何気にさ、おっ、タツニー、もーん、タツニーあります。今日は景気がいいっすね。パチパチじゃなくて、タツニーちょっと久しぶりに音楽流したいっす。最近なんかありました？なんかイベントありました？タツニー東京で違うかな。久しぶりに聴きたくない。かっこいいよねあれ、結構ね。歌ってた？さっきなんかイベントがあったのかな。こんばんは。ゼロリスの皆さんもこんばんは。はい、こんばんは。はい、皆さん、6人のコーナーやってきました。はい、皆様ご無沙汰しております。ドンペイ将軍でございます。皆さんこんばんは。さあ、ここでですね、アンケートをね、取りたいと思います。アンケート、はい、はい、皆様もご存知のようにですね、ゼロはしばらく長期休暇ちょこっと取ってました、最近ね。はい、はい、はい、将軍もちょっと心配しましたが、あのですね、将軍言いたい、これある、言いたいあるある。ゼロワンはね、我が道を行け。もうこれに尽きる。はい、はい。もうね、絶対他のトップランカーに飲み込まれたらダメ。わかりますか？はい、はい。それだけ、俺が言いたいのは。はい、はい。もうゼロワンはトップ取るって、黙ってても。それがもう、絶対、絶対取れる。もう言う、俺前から言ってるやん。あら、まあ言わない。絶対ね。あ、これエコ、いや俺入れてないよエコ。え、俺もエコ入れてないけど、いや本当だって。ゼロワンはゼロワンらしく、俺結局最後一番残ると思うよ。それを俺はそれだけ言いたいね。本当です、それだけです。自信なくすのはまだ早い。はい、はい、通ってるね。通ってます。はい、ちょっと一回落ちます。一回ちょっと上がってください。さっき荒野に話したやっぱ続きの話をちょっと辰兄の話の後にする。あ、辰兄もう一回お願いしますね。辰兄もう一回お願いします。俺が原因なのかな？さっきもずっとバグってたから。俺はエコーとか入れてないからね。
あれ、はい、再び呼ばれて治りました。治りました、すみません、はい、治りました。いや、本当にすごいこう、なんていうの、ゼロワンなりに悩んでこういろんなことやってるの俺わかんないけど、俺絶対ゼロワンは素がいいって。これは僕のね、ですね、個人的な意見ですよ。どこまでも、そのゼロリスさんは、いや、そんなことないよとか、いろいろ、それはご意見、皆さんあると思います。これ、あくまでも将軍の見てる意見として、はい、ね、ゼロワンは人に巻き込まれる必要ないと思う。なんでかって、俺、前から言ってますけど、ゼロワンの真似は誰もできない。これは本当。トップランカーで面白いこと言ってるやつよりもお前の方が面白い。絶対たる自信を持った方が俺はいいと思う。真似できるもんならやってみて、ゼロワンの。できないんだから。他の人の真似もできないですよ。いやいや、他の人の真似とかない、全然、はい、真似るとこない、ぶっちゃけ。今のトップランカーのモノマネ真似るとこと何がある？あのね、精神的な考え方とか別だ、はい、いや、数字とかこういろんな、こうでこういう時こうする、ああするっていうのは別に奥底で頭でゼロワン考えてればいいじゃん、はい、数字は誰でも考えれる。そうじゃなくてキャラとかね、振る舞いとかそういうのは全くもう無理だから。ゼロワンの真似ってできない。お前天然だから、そもそもだから俺はそれがもう天然、まあもしかしたらね、わかんないよ、天才で肌で計算して天然をやってたら俺はもう頭下がるぐらいすごいなと思うけど、あの結構自信が最近また自信があるっていうか、うん、いいなと思うのが、うん、もう結構ね、他の枠で疲れた人が結局来たり行き着く枠なんですよ。まあそれはいいんじゃない、だって面白いんだから、うん、だから行き着く先は、うん、なんかバトル無限に負けたから、いや別に無限とかみんな俺好きだけど、無限に負けたからとか、俺この間実は見てたけどね、もうここ俺が行くとこじゃないなと思っちゃったよ俺は。わかる、うん、実はお前のせいでチャージしたんだよこれ、行ってやろうかと思って、はい、行くとこ場面じゃもうなかった、はい、わかる。だからバトル、あのほら無限、あ無限じゃない、ゼロワン言ってたじゃん、もうあの団結は勝ったよ、もう冠取ったよね。なんでバトル枠を育てたいなと思うけど、やっぱりそこはね、俺逆で団結があまりにも今までないぐらい巨大化した中のバトルの数でいって結局勝てちゃうっていう、これが理想だよ、はい、俺が思うにね、はい、もうすごいごめんね、勝手なことばっかり、でも俺はそう思う。それができるのがゼロワンだと思う誰も学んでいけない。でね、お前がこの間誰だっけ、カズ君と無限と誰かで4コラやった時にね、じゃあバトルやろうかなって雰囲気の時に芋引いて、はい、じゃあもうね、なんとかもういいとこでつって引いたろ。はい、あとカズくんが切り抜き上がってるけど、カズくんが、いや、なんか最近勢いねえなーって、ゼロワンさん。勢いないのカズさんじゃない勢いあるから。いやいや、それはいいけど、カズは心配して言ってる。勢いなかったら、ダイヤモンドの投票1位取れないから。いや、だから、そうだけどな。まあ、そうなんだけど、でもカズは心配して、いや、なんか最近、ゼロワンさんどうしたの、大丈夫って、ちょっと心配してくれてんだよ、カズ。切り抜きでアンサー答えといて。な、まあそう、いやいや、でも言われるとみんな見てるから、みんな見てるから、多分そう、え、どうしたみたいな、良いしかないじゃん。うん、でも俺はトップ、今トップとか言われてるやつも含めてお前は巻き込まれる必要ないと思う。いやいや、見て、あなたがいずれトップだ。まあ見ててみな。あんまり言われて嬉しいことじゃないよ。いや、あま、もうね、黙っててもトップに行くから、それはゼロワンらしさを貫き通せばね。人に左右されて巻き込まれてたらお前らしさがなくなるから、どんどんなんか昔のゼロワンの良さ全くなくなってって、おい大丈夫かいなみたいになるで、ね、せっかく
ゼロワンの真似ができないキャラ持ってんのに。そこだと俺は余計なお世話ですけど、そう思います。ね、1ゼロワンファンとしてはね、もう天然プリ満載みたいなゼロワンをみんな好いてるし、俺多分それを期待してると思うよ。タツニ、29日だけお願いします。すいません。え、ゼニかよ。ゼニというか、揃ってたら。29日まあ、ちょっとだからいつも言ってんだろ、前日に言ってこいよ。すいません。え、覚えてねえんだから俺。バトルサミットは 寝てらっしゃったので、うん、お願いします。寝てるわ。だって俺そんな、俺だってこんだけ言ってるけど別に俺推しじゃねえから、うん、俺は推しは持たないってもう決めてるけど、ベテランだからちゃんと。その中でも一番可愛いのは、まあ、ゼロワンか、ベテランだからね。そう、上手。そうね、あとミンパパかなっていう感じなの俺の場合はね。はい、まあぜひね、とにかく、いやー結局俺が言ってることが合ってると思うよってね、最後はお前の勝つ、証明します。あのね、バトルで勝つのがお前の勝ちじゃないんだからさ、はい、結局グワーっていうとてつもないファンとね、うん、閲覧と最後結局結局お前がやってきたことがめっちゃみんな楽しんで、だから楽しいからみんなつくんだから、結局は。でも素人の配信力の結構限界はもう結構来てる気がする。いや、そんなこと関係ない。だって素人が、例えば5円しか投げれません素人が、何万人何十万人集まったらと巨大な力になるんやから。僕みたいな素人が、うん、普通にこう雑談してね、集める。お前だって、ね、じゃあお前何年配信やってんの？いや、まあ7年ですけど。長い素人やなお前。いや、例えばヒカルさんとかが最近いたら、もうつけたら3000人集まるじゃないですか。あ、そうだよ。だから俺がちょっと前から言ってるやん、将軍がガラガラポーの時代が来ましたよって何ヶ月か前に予測して言ったでしょ。第一世代がいました、第二、第三の無限たちいました、今第四世代来てますね、ゼロワン第三世代。第四世代は姫香ちゃんとか、ね、光くんの復活とか、ね、であと一条響ちゃんの復活とかね、この辺みんな来てる。はい。ね、はい。だから、この人たちが、もしも、ね、あとは飛鳥きららちゃんとか、はい、ね、TikTok 慣れしちゃったら、はい、あれ強いよ。はい、だって第4世代はもともと別に顔売れしてる人たちばっかりだから、はい、その人たちは TikTok をよく分かってないから今いいのよ、ね、分かっちゃって慣れた瞬間そら強いわ。だからそういうのが分かる、慣れる前にムカタンとかでもなんとかしようとか、第3世代が今頑張ってなんとかしようとしてるわけだろう。だから、はい、これからガラガラポンが来ますよって数ヶ月前に将軍言いましたけど、これからは第3世代対第4世代のね、戦国時代がここしばらく数ヶ月続きます。はい、ね、もうこれって将軍の予測。はい、これからどんどん第4世代が慣れてくる TikTok、はい、でこれからですね、皆さんご存知かどうか知りませんが、物販とかいろんな物売りが解禁される可能性が高いです TikTok。はい、それを予測してね、物売りも含めて来る人たちがまた増えます。はい、行くとこひょっとしたらね、はい、だからそれもっといっぱいいろんな人が来るから、それはじゃあこれからどうするかって言ったら、ゼロワンはさっき言ったでしょ、誰も結局真似のできないゼロワンらしさを強めていくしかない。ゼロワンらしさ、はい、ね、そこなんだよ。それが一番自分のいいところが、ゼロワン分かってるんだと思うんだけど、分かってねえんだよな。分かってない。もう思わずブワって食べてたご飯吐くぐらい笑わすのがゼロワンなんだよ。そう。でも今のトップランカー誰もいないよ、この人。ご飯吐き出すぐらい面白いトップランカーってお前しかいないから。僕を褒めるのがもう煽りになっちゃってるんで、他の人に対して。
いいじゃん、オートって。だって迷ってもいいですけど、たまには出るところ出てもらわないと。トップランカーなんだからいいじゃん。いや、だってこれ、将軍のあくまでも個人的な意見だから。いや、そうっすけど。別に、ゼロワンが言ってるわけじゃないじゃん。俺はそう思うよって言ってる。いや、その分、やっぱり、バトルの時の当たりがやっぱり強い。いいじゃん、別に負けても負けても、どん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 、裾野を広げていって、いっぱいゼロワンファンが増えれば、いずれ勝てるよ。いや、でもなかなかそんな、増えます?難しい。増えるよ。増えます？いや、だからそれはさ、自分を自分が信じなかったら増えねえよ。はい。ね、基本中の基本ですよ、それ。はい、ね、ゼロファミの皆さん、どう思いますか？やっぱり将軍は昔からトップ取るんじゃないのっていう予測してるじゃん。俺、絶対そうだと思うよ。で、あの、大将軍の予言って当たってきてます、今まで。いろんなこと。いや、知らんけど、まあ。どうなの、まあまあ当たってんじゃない、まあまあ当たってる。まあ誰だっけ、トップランカーとかもみんな言ってるじゃん。いや、ガラガラポンの時代が来るって言ってたけど、やっぱ来ましたよね。マキアさん、当たるの本当？いや、でもまあそれはいいけど、それぞれみんなプライド持ってね、トップランカーさんみんなやってるからいいんだけど、俺はどこまで行ったって投げし目線で言ってるから、はい、ね、投げし目線で言った時にとか、はい、まあ今ほら選択肢が多いじゃん。ね、日韓、ね、日韓だけじゃなくて、急上昇から、電動から、リーグから、何からってこういっぱい増えちゃってて、多分ゼロファミのみんなだって、多分どこを一番際立たしたらゼロワンがいいのかとか、やっぱそういうのってあると思うよ。選択肢多すぎるから。だからゼロワンがここだけは行くぞっていう方が、まとまりやすいんじゃない、はい、普段はこれでいいよって、まあでもこれだけは取り行くからねっていうのを言う方が俺はいいんじゃないかなって気がする、はい、なんとなくね、なんとなく、はい、うん、そういう気がします。はい、もうね、そろそろカラータイマーがピンコピンコ俺も言ってますんで、はい、ね、今は、今日ホテルなんでレモンサワーデーですね。そう、まだでもね、そんな今日ね、ちょっとほら、ライブ、おとといね、ライブがあったりして、はい、ちょっと、で、今日はホテルで、はい、今は、今は1本半飲んでるんで、カラータイマーあともう1本で、だいたいまあ、レッドに変わるのね。あ、レッドに変わる。ですいません、タツニー、先ほど、うん、ね、まあ、上から見てたと、無限の時とかね、バトルで、お前のせいでチャージをしてしまったっておっしゃってました。で、そのチャージしたお金はもう、どっかで使っちゃいましたね。当然。あ、で、ね、酔い越しのギフトは持たねえんだよ、将軍は。ね、チャージしても酔い越しのギフトはね、残しません。残さない。だいたい、それも、ほんとね、だから、8割方は、新人の人たちにみんな配っちゃいました。あ、新人の人に、うん、いや、それでもやっぱり150万ぐらいチャージしてんだから、いや行くかと思ったけど、行くかって違ったよね、もう違った、なんか、でしかもね、俺最近の、うん、なんかじゃあもう、で多分ね、俺よりゼロリスのみんなの方が分かってると思う。え、なんかちょっとおかしくない、ゼロワン最近みたいな、はい、うん、なんか顔がさ、やる気ねえよお前、やる気ねえだろ、今。やる気ありますよ。お前、やる気ないだろ。ありますよ。バックレたこの1週間の前と、今と。バックレたバックレた1週間前と、いや、じゃあそもそもお前、俺、心配して緑も送ったじゃねえかよ。はい、もう、本当にお前、心配したけど、その前と今と、ね、やる気が、前と後で、前が何パーだったら、今は何パーよ。今です？うん、だから今の、いや、正直に言ってみ、今もう 80% ぐらい結構来てます。前は休み前、まあ、休み前はもうちょっとやる気がは、ね、80、90あったんですけどやり方が、これ持たないなと思ったんですよ。なんで持たないかと思ったら、うん、がむしゃらにやりすぎだから。だから僕ね、休んで、いろんなこと考えて、うん、それでまあ、初日もちょっとダメだから、で、昨日はいい感じだったんですよ。ね、みんな。
そうなんだ。はい。で、今日見といてください。まあでもね、俺そういう、なんかそんな今こうやって語ったゼロワンを見れてるゼロリスが、俺は勝手に思ってるけど喜んでると思うね。やっぱ本音を、ああそうなんだゼロワンって思ってるね。だってあの、はきっと。別に、だってあの、1月のマラソン、大晦日のマラソンからね、うん、僕休んでも、あの、1ヶ月1回か2回休むぐらいで、あと全部配信してましたから、うん、もうどっとやっぱ出ちゃいました。まあ、疲れが出たな。なんか集中力がプツンと切れちゃったんですよ。そうそう。だから、あの、例えば、さっきの荒野くんでもそうだし、他の無限でもそうだけど、例えば、自分の、あ、これは自分的にやりたいなと思うのはやりゃいいし、はい、これは、まあまあ、それは俺が教えるまでもないな。そんなのエンタメとも含めて、まあ、お前の方がプロだから、俺はそこで語らないけど、でも、なんか、全体的にこう、リスナーに見えてる自分っていうのが、ね、俺も見てるわけじゃん。やっぱずっと。なんか思んないなっていうのがあると、俺は許せないわけ。はい。わかる？正直言ったら、さっきの荒野ともう一人とお前の参考は全然思んない。何これみたいな。全然面白くない。やばいよ、もう。え？いや、おもろかった？みんなあれ。全然思んない。だから、じゃあ、だから、荒野くんがどうこうとか、もう一人の人がどうこう言ってんじゃなくて、お前自身がもうそもそも論、なんか乗ってないのよ。もう顔に出ちゃってるのよ。全然、全然面白くない。見てる側も。僕は結構コラボすると結構タジタジ、いや分かるよ。だから楽しみながらタジタジと、本当にこいつ乗ってねえなと思うタジタジと、リスナーもバカじゃないからみんな見抜いてるよ。まあこれ以上言うとね、ゼロワン批判になるから俺やめとくけどね、酔っ払いさんごめんなさい、はい、ね、すいませんね、あの、まあ1リスナー投げし意見としてね、言わせていただいただけで、はい、ね、ほら、将軍の言う通りという人もいる、ね。だから、あの、面白い、ね、ゼロワンをぜひ見せていただきたい。漠然と面白いって難しいんで、分かってる。結局、うん、あの、辰巳、辰巳は僕のこと大好きなんですよ。それは大好きだよ。だから、あの、面白いんですよ。結局、好きな人の配信って面白くて、うん、嫌いな人の配信でどんだけ面白いことしても、あの、つまんない。だから言ってつまんない。大好きな俺が、ゼロワン大好きな俺が思んないなと思ったから言ってんじゃん。だからそれはいらねえなと思っちゃったよ、俺。はい、だから、ゼロワンらしくが一番面白いんだって。あの、周りに流されるの。すいません。分かった。流されないです。周りには関係ない。ね、周りと仲良くするのはいくら仲良くしてもそれはどんどん仲良くしたらいいけど、ゼロワンらしさは失わないでくれ、それだけ。はい。ね。失ってる時は、失ってる時ある？人と絡んで失わないけどね。分かった。まあ、お前がそこまで言うなの。そういや、失うことはないし、ね。これからも君を信じて、もうリスニングしとくから。はい。リスニングしてください。はい、皆さんね、あんまりもう僕もこれ以上出すぎるとね、俺のところに行くんだ、いっぱいあのクレーム来るから、もうこの辺でやめとくよ。流されてないよ、やめてかも。流されてる、流されてるよ、頑張ってっていう、ほら、こういう人もいるし、ね。はい、皆さん。まあ、あの、僕は余計なこと言いましたね。すいません。でも僕の正直な、ゼロワンを本当に好きだから応援してる俺として、言わせてもらっただけなんでね。あの、いや、違うよと思う人もいたかもしれないけど、すいません、それはね。はい。ゼロワンに頑張ってほしくて言ってるだけなんでね。はい。はい、じゃあゼロワン、とにかく頑張って。頑張ります。ありがとうございます。29日よろしくお願いします。ゼロワンの皆さん、すいません、お邪魔しました。失礼します。29日、よろしくお願いします。電話してこいっちょ。っていうことですね。リスナーさん、1時間経ちました。タップが290人、皆さんタップしてくれてます。まあ、1000人以上はいるわけで、いつもちょっとタップの意識をちょっと強くしてもらって、まずタップしてください。で、まあ1時間以上ね、こう雑談したりいろいろしてますけど、今日は1戦目、
99人以上 1K ちょっと目指してるんで、これはね多分すぐにはできないけど、ここを挑戦した方がいい。そっちの方が絶対に向いてる枠として。なぜなら投票でもね、あんだけ団結できたから。で、連打機買った、みんな多分持ってると思うんだよね、うちのリスナーさんは。電動マッサージあるでしょ。で、ここに手を置いてね、こうやってやったらどう？したらもう自然とこうなるから。多分みんないつも使ってんじゃない？電動マッサージ。ね。これ何に使ってるか、まあそこまでは聞きませんが、うん。多分ね、持ってると思うんで、何かしらのやつを。で、それをちょっとやってみて。そしたらこうしなくて、自動でできるんでね。ずずずずずずずと。持ってま、持って、あ、しらすちゃんありがとうね。しらすちゃん。センキュー。しらすちゃん。ありがとう。ゼロリスさんでしらすちゃんの枠もいってる？しらすちゃんって豆だよね。いつも来てくれるわ。ありがとう、しらすちゃん。しらすちゃん、ハートミーレベル50いっちゃうんじゃない？もうこのままだと。今、レベルいくつなんだろう。これ、レベルいくつ？ハートミーレベル。これに V ってレベルいくつなんやろ？うん。38。みんなも育ててね。このね、人気ランキングをあれすると、ちょっとあれなんで。で、今日はもうちょっと遅いですけど、明日はちょっと人気ランキングも頑張ろう。人気ランキング。ちょっと頑張らない。じゃあもう10分からいきます。10分からバトル。もう1時間以上、ちょっと温まってるんで、一発目。おー、ローズ！しらすちゃん！39にしました。しらすちゃん、まあこれしらすちゃんのサブスク入ってるぐらい。しらすちゃん多分配信時間かぶってるんだろうね、おそらく。ありがとう、しらすさん、ありがとうございます。優しすぎる。20時10分から行く。で、昨日 1K 以上50人超えたから、ここをちょっと注目してやってみよう、みんな。いい？一人に頼るんじゃなくて、全員で。1K 以上無理な人は500コインでもいい。それが無理な人は100コインでも。全員で行こう。で、明日はちょっと人気ランキングちょっと頑張ってみるわ。うん。で、今日はちょっと1時2時までやります。1時2時まで。で、配信外でご飯食べるのちょっとやめようかな。ちょっとお腹すくまでやろう。ぼちぼち。戦うぞ、今日も。だからタップとか 1K の人数だったら、天下取れる可能性がある。違う？みんな。そこ目指そうよ。団結力だけはすごいなっていう枠目指そう。だからバトルの勝敗よりもそこの内容をちょっと磨いてこ。全員で行こうよ。ちょっと1000コイン参加してください。多分今30人ぐらい、多分オープンチャット絵文字打ってるけど、わからん、いけるかもしれん。100人1K 以上いける人だけ転校して、これちょっと人数数えてみて。
ヒーロー社長ちょっと数えて。昨日クルーちゃんからね、もうモデをちょっとみたいな話あったんだけど、やめさせないよ。クルーちゃんっていうのは次世代のモデレーター、これからのモデだから、この一抜きピーは困ります。みんなもそうだろう。うちの枠でやるって決めたんだったら貫いてほしい。俺も貫くから。もう甘えは捨ててちゃんとやりますから。行くぞ。行ける。だから、とこたび終わってバトルの勝敗にこだわりすぎたのが俺悪かったんだよ。わかるっしょ、みんな。あの団結力のまま行かないとダメ。うん、全員で。これ1期以上いける人転校してる？タカちゃんさんもいけるの？1期以上いける人。ワイちゃんもいけるの？チワマルさんもいけるの？うちのリスナーさんってね、質問しても答えないからね。対話って大事だからね、対話。いけるの？いけますよ。素晴らしい。100人には到底到達してない？相当難易度高いな。43くらい。いける？で、もう一回質問しますね。チャットやってね。じゃあ、いける人これで。絵文字で。1000個以上。いける人。これ数えてみよう。これがね、50人、60人、70人、100人、もしかしたらね、今後200人になった時に最強に近づくんじゃないかなと思ってる。違うかな？それが一番近い近道なんじゃない？神頼みのように、ね、投げ師さん、お願いしますみたいな、どこの枠見たって投げ師さんつかないかなみたいな枠目指すんじゃなくて、みんなで行ける枠を目指した方がいい。これが、やっぱ初心に帰ることだと思う。違うかな？そこだと思うな。そこ目指そう。そしたらみんなもプレッシャーも感じず、長くリスナー続けれるんじゃない？そう思わない？それをみんなで枠作っていこうよ。それは多分一番うちの枠に合ってる。強くなれる一番。でみんなでね、行けばユニバ一発二発三発の代わりになるから。そうでしょ。一人がユニバ投げるの大変なんよ。だからみんなで補っていけばいけるから。でそれ以上に投げたい人は勝手に投げるからね。まずみんな今日から定時配信やるっつって21時に集まってすごいよ。俺の気持ちがね伝わってる。
俺は今いるリスナー大切にする。これは言っとくね。47人この倍か、この倍にするには2000人必要なのかな。1000人規模じゃ50人が限界。いやそんなことないな、そんなことないはず。30分まで待つ。ちょっとくるんちゃん定期してくれる？ヒロ社長がバトル1K以上いける人求めてるみたいな。30分いく。リスナーさん、こういう意識持ってね。もう今日からそういう意識で戦ってこ。1000コイン投げたら胸張っていいよ。でも1000コイン1000コインいってるとみんなが1000コイン止まりっていう問題があるんだけど、それでもいい。うちはまずはそこをクリアしよう。少しずつ。いける。じゃあちょっとケーキ漬けにフォロー限定の宝箱いきます。もう今すでに50人近くがいけるから、これめちゃくちゃいいバトルできるから。これフォロー限ね、宝箱50人いるでしょ。これを倍にする。どうやったら倍になるかを考えよう。みんなこんばんは。どうやったら倍になるか。これを考えた方がいいね。一人がすごい貴重だよ。一人一人が。うん、全員ブスピチャレで行こう。で、明日からは、タップとブレスレットとか人気ランキング頑張ろう。サブスクありがとう。ありがとうね。真面目な枠にしたい。真面目に。うん。バトル見たら出る枠の色が。そうでしょ、出るんだよ色が。一緒のリスナーさんはね、真面目だからね。コツ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 そういう枠作りしたわ。絶対で、これを信じてやっていく。負けようが負けようが。リスナーさん、方向性いい？信じてくれる？もうこれ貫くから。これ貫いてくね。やってみよう。リスナーさんも考えてね、バトル一戦のみじゃないから、次も考えてやっていこう。よし、ちょっとバトル相手決めます。誰でもいいけど。荒野はやらないの？荒野は強いぞ今の俺。やってんな。ミカママかコウヤ。ミカママかコウヤどっち行く？今ちょうど両方ライブマッチしてる。奇
奇襲かけよう。奇襲。でも勝敗気にしなくていい。勝ちたいけど。ね、みんな。内容重視。なんか勢いがないとか言ってる人がいるから、勢いをちょっと見せないとね。この勢いっていうのは、日韓ランキングとかじゃないよ。まあ、日韓ランキングとかもあるけど、そんなんだけじゃないから。枠の雰囲気とか。言うなら一番可能性秘めてるから、うちの枠って。伸びしろだらけだから。そう思わないみんな。伸びしろしかないよ。可能性は無限大。で、俺自身もいろんな配信やれるから、旅でもね、盛り上げれるし、まあ雑談も安定してるし、みんなが嫌う人と絡んだらすぐ関わりをやめれるし、強いでしょ、どう見たって。強いんだよ。俺たちは。みんなも自信持ってね。うん。で、コメントも面白いよ、うちのリスナーは。俺をいじらしてもね、うまいし。もう今年中に何らかのやっぱ結果残さないと。だってさ、前回の PK もね、内容は予選敗退だったけど、多分参加した人は本当に感動したと思う。違う？ストーリーがあったよ。そう思わない？もう俺別に後悔一切ないからね。ファンダムもそういうイベントにしたい。やりきれば後悔なんて残んないよ。うん。この一戦のバトルもきっとそうだから。これワンちゃんいけるぞ、99人。ワンちゃんある。なぜならコメントしないとか言う人いるからね。もぐもぐもぐらの人。もぐもぐもぐらかな？挨拶は01。俺様は光る女を探して、3000人の女とコラボをして、3000人の女と通話をして、300人の女とコラボしてきた。光る女を探してる。でも女探しはもうやめだ。TikTok で天下取る。で、昨日からちょっと中二病入ってます。でもこれは続ける。中二病入ってる。枠と枠のぶつかり合い、ちょっと、ここが。発表会みたいなもんだから、バトルって。わかる？じゃ、できたら、こうやってやりたい。負けてもいい。言うなら、勢いがないって言ってた、カズさんとでもいいけどね、先生とでも。どう、みんな。強いってとこ見せつけたいわ。小屋行っていい？みんな。昨日新規バトルしかしてないからね。
30分からバトルお願いします。グローブなしで。もうちょっと待って、今30分からさ、あの猫やっつけてくるわ。終わったら行こう、奇襲かけよう。それか三日まま行くか。まあ、どっちみち声やらなきゃいけないから、今日休みだから、どっちみちやらなきゃいけないから一発目にやろう。一回のみ、あとはもう断る。いい。こっちは備えとこう、準備しよう。うん。にゃんさんに負けてた。あとリベンジするってことね。こんばんは、あみあみさん。こんばんは。バトルで 1K 以上いける人集めてます。今50人ぐらい集まってる。できたら参加してくれると嬉しいです。100人目指してる。ハトミありがとう。はい、こんばんは、星ちゃん。リナもいらっしゃい。あ、初見さんは何でも聞いてね。うん、気使わずにね。